別に元気ってわけじゃないけど。じゃあやっぱり病院に戻るか。送ってくぞ。そういう意味じゃないよ。まったく、なんで伊達はそんなに喧嘩腰なのかな。喧嘩腰じゃない、心配してるだけだ。だったらちょっと不器用すぎない？全然伝わってこないんだけど。ったく、ああ言えばこう言うな。そんなんだからお給らとも。伊達、パパとも。何？何でもない。ほんと、伊達ってデリカシーないよね。そんなんだからずーっと独り身なんだよ。お前のせいでコブツキに見られてんだ。本来だったらモテモテだっつーの。ま、いくらモテてもロリコンの伊達は嬉しくないんだろうけどね。誰がロリコンだよ。さらっととんでもない捏造するな。あー怖い怖い。ロリコンと車で二人っきりなんて人生始まって以来のピンチかも。俺はロリコンじゃないし、仮にお前が成長してもお前みたいな性格のやつは眼中にないから安心しろ。はあ、伊達にだけは性格のこと言われたくないんだけど。それはこっちのセリフだ。大人げないおっさん。くっ。